日田市は岐阜県の最北端に位置する市。日田市中心部上岡城より望む上岡の町並み正式名称は、日、丹の作り、上部月ではなく、炉が2つであるが、1983年のジスコード改定以降のジス漢字に含まれておらず一部コンピュータ環境で表示できないため、総務省から属字として丹が認められている。日田古川地区周辺の空中写真。 1977年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。飛田高地の北部に位置する。地勢的には、神通川水系高原川流域にあたる東部と、同水系宮川流域にあたる西部に分かれ、両者の間を山地が分かつ。宮川沿いの盆地と、高原川沿いの河岸段丘に人口が密集する。 面積の大半は山林である。市の境界と内部に標高1000メートル以上の山々が数多く連なる。飛田山脈に架か,かる北東端だけが2000メートルを超える。山地河川湖小島諸日本海側気候と内陸性気候を合わせ持ち、古川町は豪雪地帯で冬季雪が多く、上岡町、旧河合村、旧宮川村は特別豪雪地帯で冬季雪が非常に多い。 市長行政機関飛騨警察署飛騨市消防本部、飛騨市民病院飛騨市図書館産スポーツランド古川、球場海外国内、駿河屋坂内古川店工業商業新聞社、中継局、岐阜県立吉木高等学校岐阜県立吉木特別、支援学校、神岡でも系飛騨古川駅飛騨古川駅前バス、タクシーロータリー冬の旧神岡鉄道、 漆山駅日田川わ p びえの中心となる駅日田古川駅路線バス都市間バス高速道路国道県道上岡上水岩寺大津神社古川町の白壁土蔵街古川祭和老う三島や古川地区には日田地方を代表する聖酒宝来白真由美などの蔵元が上岡地区には日田地方を代表する聖酒日田娘などの蔵元がある古川地区では 和ソクの生産が盛んである。ありがとうございます。